友果さん、はい、大臣の名刺、はい、毎年1回全国の、 あの道づくり、まちづくり、地域づくりの女性団体が始めてたんですけども、その交流会議を一度行っておりまして、その中で、ぜひ大臣に出てほしいという声がありましたので、はい、お伝えするのは私の、はい、目だと思って今日は伺わせていただきました。熊さんは、ですけれども、一番最初はやはり先週陸前高田市に行ってもらったので、ね、私たちが創業してた以上に当然上に言葉もないというか、よく皆さんに説明するのもできない、できるだけ早く復興していただきたいなと思いでありがとうございます。気仙ロードネット気仙気仙の空間が背負う気仙が気仙ですから湧かない湧かないですから、そうですね、気仙気仙の広域連合的なものもあるんですね、そういう感じで、そこで新しい水作りをするということで立ち上がっておられるんですね。なかなか進んでないというか、もう見た感じではもう瓦礫の処理だけは少しはいってるなという感じで、あとは全く手つかない状態で、にしました。断命が本日の主なものですけれども、こういう感じで来てくださる方というのは、やはりほとんど道路整備が遅れている地域の方があって、2003年に発足してるんです、全国の地域女性連合というので、毎年一度こういう会をしてるんですけども、こういう会というのは学習会になってるんですけども、その中で、女性の視点から道路をどうしていいのか、第1回目から命と生活の道を早く整理してくださいということから始まっております。で、セキングパテカラーというのは非常に出てくるものも出てきにくい状況にありますし、大会に候補の方も出てきていただけない、自分たちの本当の生の声を聞いていただきたいというのが皆さん の、 気持ちです。今度は大会いつあるんですか？今度2月4日です、来年の。今日はその主観とするところですね、はい、それが九州であると、はい、東九州高速道路、はい、中九州地域国家建設推進の大会、はい、これには自己責任です九州整備局長、はいはい、あるいは国交省九州整備局の道路部長、うん、局次長とか必ず出てたんですよ。はい、政権が変わりました。なんか、あ、そうですか。それも例えば大分県の区間の中の大分県佐伯河川国道事務所、はい、そこの所長も出ない、うん、それから河川国道の大分の所長も出ない、一切出なくなった。なぜ出なくなったのかというと、そういう指示が、そういう訴えたりもない、指示が出なくなった。ですから、皆さんも非常に寂しい思いをして、もう一生懸命やってるんだけど、もう誰も出てこないし。声が届かないということは。だから地元の声が、ね、どこにあるんだ、国交省の大臣に届いてるだろうか。あるいは政府に届いているだろうかというと、彼女たちはもう本当にやきもきしてるわけです。ですから今日はこのことを大臣にお願いしようと。本当に涙を出してこう訴える方もいらっしゃるんですよ。なるほど。
よくわかりました。よくわかりました。ぜひその絵を聞いていただきたい。女性でなければ気がつかない視点とか、一番たくさん出てくるのは、産科婦人科がない市町村、私たちの町もそうですけど、そういうところから出てきていらっしゃる方は、もう切実にそのことを訴えていらっしゃいますね。道路ができることによって、早くそういう病院に行ける。そういう意味で本当に命の道だなと思います。釜石の生徒さんたちが全員助かりましたね、自ら逃げてね。大したもんだと思うんですよね。あれ、最終的にはどんどんその中学生や小学生、またちっちゃな子どもたちとプレイしてずっと逃げてね、最後は、ね、1週間前に、あそこの短期間だけ、90キロ前後でしょうかね、開通した三陸沿岸道、そこにたどり着いて助かった。そうですね。だからまさしく命の道だったね。ね、私たちは早くから命の道と言ってるんですけれどもね、なかなか声が届いてないのかなと。